試合時間10分が経過いたしました。 3WA のスーパーライト級のベルトを守ることができるかチャパリータ・アサリー。さあこれで決めるという声が今両国国技館に響き渡って、さあニュートラルコーナー、おしかし起き上がって追いついていった、ノーチが代わりにニュートラルコーナー立ち上がった。さあ場外へ飛んだ、完璧に捉えました。ノーチ下を苦しそうな表情一転、チャパリータチャンピオンの表情が苦しそうな顔に変わりました。さあおー、まだ立ち上がることができません。足のあたりをちょっと気にしているチャパリータ、カウントの方が進んでいきます。今ようやくエプロンサイド、さあダメージの方はどうですか。フラフラしているところ、ミサイル炸裂。いや先ほどから山本さん、はい、アーとかウーとか、そうですね、何が危ない、危ないですよやってることは。さあミサイル2連発でカウント、どうか、危ない危ない、どっちも頑張れ。さあそんな感じですか、はい、どっちも頑張れという山本圭一さんですが、もうブルってきても来ましたよ、ブルって。そうですか、はい、ブルんだ、先ほどからブルっとおります。さあこれはよく見ていた、先頭が変わってロープ、必殺技というサイドからエプロンサイド、おー下に転げ落ちたところ、さあ場外へ、何を見せるんだチャンピオン、何を見せてくれるんだ、何かあるんですか。さあゆっくりと立ち上がって、まだフラフラしている、これは飛んだ、これはプランチャ、スカイツイスタープレスはまだ出しません。さあマット上、リングの下、大の字の内、おっとおっと、意識はどうか、意識朦朧としているの内。さあようやく今アサリの方を見たが焦点定まっていません。カウントが進んでいく、カウント点、さあどうか、ようやくエプロンに手がかかりましたが、まだぼーっとしたまま、危ない状態の内。さあその農地を無理やり中に引きずり込んで、さあマットに叩きつけた、ニュートラルコーナー立ち上がった、出るか、スカイツイスタープレスか、いった、これは自爆、死んだフリアオチ、そしてダーマンスーツレコールドか、ダーマンスーツレコールドカウント2。さあこれは一転して、一転してチャンピオン危うし、逃げなさい、フリーじゃないかというノーチ、チャレンジャーの悲痛な叫び。さあもう一度ジャーマンか、エルボー一発、ロープに自ら振ったが、さあこのままホールドを耐えてカウントが入る、こちらもカウント2。ああしかしチャンピオンフラフラ状態だが、ロープにすがりつくように今青コーナーサイドトップロープが上がった、追いかけていったのうち。さあどうする、立ち上がって流れ引き、これは危険、高角度カウント、どうだどうだ、いい試合だ、間一発肩が上がりました、いやいい試合だ。さあそしてニュートラルコーナー、今度はチャパリータ、おっと流れ引きのフラッグ、満を持してフランケンシュタイナーでしたが決まりません。おっとこれは珍しいホールドから、そのままおっとこれは珍しいカウント3、決まったか、サパリーターあたりスモールパッケージホールドの逆のような形、手足を見事に崩していきました。4度目の防衛成功、ホールドが始まってアナコーナーサパリーターの選手4度目の防衛でございます。それでは見事4度目の防衛に成功いたしましたチャパリータ・アサリ選手です、おめでとうございます。接戦でしたね。そうですね、ノーチも結構かなり我慢来てくれたから、
すごい自分押されちゃったね。でもやっぱね、一緒に前場に入門して元同期だったんで、やりがいがすごいあって楽しかったです。最後のあの決め技はあれは何ですか？メキシコで覚えてきました。名前は？名前わかんないです。これから決めたいです。はい、ちょっと涙。そうですね、やっぱりこう元同期で今は団体違うんですけど、こうやってこのベルトをかけて戦えたことはすごい嬉しかったね。はい、おめでとうございました。チャパリータアサリ選手でした。